近くに物資反応があるみたいね。
輸送道路、ここが、かつてのね、昔はこの先にも町があって、人を通ることができないでね、おかげで過酷な途方移動を強いられるわけだ。次は有効に活用してください。こなせるタイ。 協力しているか。いける。
正体がここに。チョーカ、フォロー頼めるか。ここから離脱したい。そうね。味方同士で戦うなんて馬鹿げてる。ゲンマ、一緒に来い。お前が何を吹き込まれたのか教えてくれ。いや、しかし周りの海抜軍は僕らが引きつけます。彼らもセプテントリオン2人を敵に回して 勝てる自信はないでしょう。俺が相手でも同じことが言えるか。兄さん、ルカ、やはり来るんだな。みんな、 兄さんは僕に任せて。甘い。まとめてかかってこい。相手をしてやる。 どんな攻撃が来るかわからないぞ。彼は刺すなしで複数の超能力を使うことができる。カレントラバースだけが持つ超能力ブレインイーターね。<笑>檻の中では話しくしていた方が貴様のためだったのではないか。冗談じゃないわ。何が私のためかは私が決める。 カレン、あなたは一体何を企んでいるの？答える必要はない。カレン、貴様はつくづく厄介事を起こすやつだな。少しは周囲の迷惑も考えたらどうだ。吹雪が心配か。吹雪のことを考えれば俺がそばにいないほうがよろこばしいんじゃないか。 別にその日の話などしていないだろう。どこと話の通じない男だ。どうだ、チェリア。このくらいで終わらしじゃないか。 望みを捨てろ。本当の力とはこういうものだ。俺の邪魔はさせん。抜けてみろ。まだこれからよ。貸してもらうわ。 どけ。どけ。力が入らない。寝ていろ。甘い。もっと鍛えておけば。もっと力を。なるほど。今回は少し違うな。だが。 まずい。みんなよけ。
立したみたいね。誰かと合流しないと危険だわ。まさかブレインフィールドを使ってくるなんて。負荷が大きすぎて実戦で使うのは難しいと思っていたけど。こんなところに設定トリオ軍一党の実力、国防軍で邪魔をするなら排除するまでよ。カサネか、無事でよかった。大丈夫か？は、はい。各員戦闘配備につけ。今のは人間が怪異になるなんて。彼らは国防軍ですよね。うん、ああそうだな。だがこの辺りに来ている国防軍はセイラン駐留軍だと聞いていたが。彼らはセイランの駐留軍じゃないんですか？ああ、見たところスオーにいる部隊のようだったが。ならナオミを怪異に変えたのは国防軍かニューヒムカ政府そのもの。ナオミを怪異に変えた？どういうことだ？瀬戸さん、カレンのところへ戻りましょう。カレンはこのことを知っていたんだわ。わけありだな。わかった。少し危険だが、もう一度カレン連隊長に。いや待て、ユイトとナギが近くにいるようだ。あそこです。カサネ、各攻撃派で2人を助ける。できるな？もちろん。いい返事だ。強化隊から引き抜きたくなるな。よし行くぞ。ユイト、カサネに協力しろ。ナギは俺が引き受ける。はい、カサネ頼む。任せて。一体何がどうなってるんだ。カサネは状況を把握しているのか。説明は後。今は生き残るために全力を尽くして。
からよ。一気にやるわ。燃えているうちに倒してしまいましょう。少し成長できたみたいね。まただわ。カサネ、大丈夫か？え？何？具合でも悪いのか。ずいぶんぼんやりしてたけど。大丈夫よ、気にしないで。それよりユイと一緒にカレンのところへ行きましょう。カレン連隊長のところへ？今の俺たちで勝てるのか？いえ、彼は敵じゃない。でも俺たちを襲ってきたんだぞ。違うのよ、ナオミのことが分かったの。あれは何をするんだ。問答無用。お前たちを処分する。ナギ、そういうことか。ナギ、お前は邪魔だ隊長。当たり前だ、邪魔してるんだからな。ユイトを殺せばお前が後悔することになる。ナギ、だったらお前が死ね。どうした？あっ。
大丈夫か、カサネ。ええ。何これは。あれはスメラギの門。それにあの格好、伝承のヤクもスメラギみたいな。夢で見た。レッドストリングスから手を離さないで。糸が時を紡いで、カサネを導いてくれるわ。何あれ。どうなっているの。一体何が。ユイトは。強化隊長。クサネ、どうなったの。私たち。カレン連隊長に襲われて、それから他の海抜軍たちにも襲われて、その後は大地震が起きたんだ。しかし妙だね、地震であんなものができるのかな。なんだ。わからないが、あのデカブツの周辺には重力異常が起きているようだね。くそ、そのせいなのか。頭が割れるように痛むぞ。そういえば、私もひどい痛みを感じたわ。あれはいつもの頭痛とちょっと違っていたわね。そういえば、みんなはあの景色を見ていないのね。じゃああれはいつもの夢だったのかしら。なんだそれは。私、時々変な夢を見るの。赤い糸の夢、レッドストリングスと呼んでいるわ。さっきも見たんだけど、その時ユイトと一緒だったの。いえ、ユイトの存在も単なる夢だったのかもしれないけど。お前の夢を僕らが一緒に見るわけないだろ。いや、その赤い糸の夢とやらがいつもより鮮明な記憶だったせいだろう。それで夢じゃなくて現実だったのではと思ったんじゃないかな。ええ、でもそんなはずないわよね。どうだろうね。ユイトが一緒にいたという夢は実は夢ではなくて、二人で体験したことかもしれない。待って、カサネには申し訳ないけれど、今はその話よりもっと大事なことがあるわ。ああ、そうだね。まずこのままここにいると、あのデカブツに吸い寄せられてしまう可能性が高い。それにスウオーのことも気になる。カレンの反乱が本気ならスウオーでも何か起きているはずだ。ルカやユイトたちの姿が見えないのもスウオーに向かったからってことか。ええ、
確かにそうね。ごめんなさい。急いで巣王へ戻りましょう。だよな。方角的にも距離的にも建物の感じを見ても巣王で間違いないはず。この状態じゃ荒はばきも機能していないだろうから、都市機能は壊滅だろう。遥かとも連絡がつかなくて当然ね。無事だといいんだけれど。ん？ここはうちの研究施設か？半壊している状態ではあるが。うちってスプリング製薬の研究施設ってこと？ああ、うちのマークがある。しかしな、巣王には研究施設なんて作っていないはずなんだが、本当にここは巣王なのか？何かが変だぞ。あ、この端末は生きているみたいだね。ちょっと調べてみよう。あら、そこに何か散らばっているわ。これはアンプル。配置化軌道で見たものとそっくりだわ。カレン連隊長。吹雪、冷たい。かな、死んでるのか。カレン連隊長、これがあなたが言っていた反乱なんですか？いくらニューヒム家の体制を変えるためだと言っても、これじゃあ町は壊滅状態じゃないか。カレン、貴様の反乱のせいで吹雪は死んだのか？カレン、答えろ。お前の弟の遺体だ。くれてやる。カサネ、ようやくたどり着いたのか。え、何？どうして今なんだ。お前がもっと早くたどり着いていれば、怪異化した人間を治療する術が見つけられたかもしれないのに。怪異化を治療する？どういうこと？ナオミを助けられるの？ナオミを助ける？何を言っているんだ。ここでは無理だ。この星は、いや世界そのものが終わろうとしている。クナドゲートに飲み込まれてな。何今の。カレン連隊長の超能力よ。スキルクラス SS ブレインイーター。あらゆる超能力をコピーして自分の力にするの。吹雪、すまないね。埋葬してあげたいんだが、その前にやらなきゃいけないことができたようだ。カサネ、やつを追いかけないか。今カレンが使ったのは超高速だ。あれはもともと上からの命令で私の超能力をコピーさせてやったもの。私なら痕跡を追える。今ならまだあいつを追いかけられるんだ。珍しいな、あんたがやる気を出すなんて。吹雪の死の真相を聞くまではあいつを逃がさない。行きましょう。私も聞きたいことが山ほどあるわ。カレンを追跡する。急ごう。痕跡は長くは残っていないものだからね。重
ネの超能力は念力だったね。ええ、そうだけど、カレンは何のためにカサネの超能力を食らったのか、どうもやつの意図が読めないな。